引きこもりの王になる男、アキミロです。はい、続けていきます。いやー、前回芝居軍にすげー嫌がらせしてたんですけどね、そろそろ劉備軍とも戦わなきゃいけないようです。ということで早速ですが、陳留から出撃したいと思います。ちょっと士気が下がってるなー。まあ90にやれば十分か。行くぞ。アキミロ、カツミ、ヤナミの3部隊で、まあ負を一回取り返しに行きましょう。多分この水溝で出てきてるやつは撤退しちゃうと思うんですよね。なんと先ほど出ていた水溝部隊が撤退したんですけど、今度当該さんが勝者かな、これ勝者で出てきました。軍落大壊しに来たみたいですね。こりゃアキミロと多分鉢合わせします。てか巨匠5416しかないんですよね。みんな右下のジョナに攻めてるみたいなんで、これ攻めたいな。なんか隣接阻止もまあそれなりにあるっちゃありますけど、5400でしょ。さすがに青鸞とか使えばいけんじゃねえかって気がするんですけど、どうなんだろう。長級の都市攻め初めてだからな、どれぐらい硬くなってるか予想がつかないんだよな。そもそも青鸞を持ってるメンツがいるかどうかなんですよね。青鸞いねえダメだーこりゃ。おまけに頑固も今いないからな。都市に対して有効な戦法を持ってる武将たちならいいんですけど、くそーダメだ。こういう時甲冑の新旧とか諸葛亮の新参希望とか、ああいうのがすげえ欲しくなるもうマジでうちの戦力っていうか武将はもう必死になんか建物を利用して守ってるだけで、素の能力は大したことないですからね。この5400すら落とすのが相当難しい気がする。まあ、少なくともこんなライザーたちとアキミロたちを分けて戦える余裕はないですね。攻めるときはもう一点集中でいかないとダメですわ。まあ、とりあえず、当該さん倒していただきましょう。さあ、アキミロと当該が接触した。ただし、軍落で破壊されました。さすがに工場兵器に負けるわけにはいかないですね。さあ、当該さん、覚悟を。よし、勝美も。と思ったら、アキミロだけで倒しましたね。さすがに掘るにはできなかったようです。残念。曹操たち巨匠の方に来てますね。そして趙雲たちは慌てて巨匠に戻ってきてます。いや、巨匠やっぱ攻めるなんて無理ですねちょっと軍略台とか立て直したら君らたちは撤退させましょう。そして趙庵から芝居隊が来てますね。洛陽から意地でも出さないな狙いはクラウディア隊なので、ちょっとここら辺でうまく撃退しようと思います。兵員取られちゃうな。とりあえず洛陽から部隊は出てこなかったです。よかった。ちょっと兵員の方にリラたちを移動させるようにしました。これでどうなる。おお、ライザ手に来た。これで3対1ですね。建物はないですけど、3対1ならさすがに勝てるでしょうと信じてます。ただ行軍がやっぱ強いな。向こう1000超えてますけど、こっち、いやでもリラが1300いってるのはだいぶ強い。この3人はお互いどうなんだろう、相乗効果発揮してんのかな。プラス隣接効果もこっちも悪くはないですからね。それなりにありますから、これなら3対1で勝てると信じます。さあ、芝居との戦い見ていきましょう。豪華。ちょっとリラも巻き込まれてない、大丈夫。そして2人の連鎖の戦法です。くらー、900しか与えられない。いや、リラは火に巻き込まれてないな、大丈夫っぽい。いやー、芝居さんすごい勢いで減ってるけど、そっか、ライザー間違えました。建設の指示を与えたままにしてました。これ、平坦切りできるんじゃないですか。リラが一歩下に移動して、で、ライザーがクラウディアのところに行って、クラウディアがリラのところに行けば、ちょっと眼光で近づかれたら怖いんですけど、一応これで平坦切り行けるはず。そして、劉備軍、なんと下から宝刀と、なんだこれ、周公でいいのかな。ですね、周公がアキミロ隊を狙ってきています面白い。軍落隊完成したので、ちょっとみんな退却させるつもりだったんですけど、ここで待機させましょう。まずは戦闘中の芝居との戦い見ていきましょう。よし、これで、よし、来た来た、これで平坦切りになったでしょう。こっちの消耗すごいけど、やっぱ芝居強えな。宝刀たちはもうここまで来てますね。ちょっと周公さんが頑固なんで、3対1じゃなくて3対2の図式になりそうですね。やるやないか。
まあちょっと芝居倒し終えたらこっち見ましょう。あー、ついに落葉から援軍出てきました。最終学者、これは芝居を助けに来たな。あれ違う、馬隊隊だーって言ってる。あー、どうやら長安が襲われたようですね。そりゃ芝居あんだけ兵をねこっちに持ってきたら長安人手不足になるよ。見てください、もう6000しかないですからね。そりゃ馬頭軍も攻めたくなりますよ。ナイス動き馬頭軍。いやー、正直落葉からこの1万6000出てきた時、やべ、もうこの部隊無理だって今思ったとこですもん。左行ってくれて助かった。そしてこれなー、またチャンスなんだよなー。5200ぐらいでしょ、いけそうな気がしませんか。どうなんだろう、読めないなー。どっちにしてもこいつら今向かわせたら戻ってきそうなんで、一回城に戻して兵をマックスに補充してから出したいですね。そして話長くなっちゃいましたけど、こっち見ていきましょう。ちょうど霧も良くなったんで、宝刀さん突っ込んでこい。ほら来たな、3対1だぜ。宝刀さんの行軍防御900台、まあ、ほぼ1000ですけど、秋見ろ1500となかなかいい数値出てますよ。柳見も830ある、勝見も1000いってる。これはいけるでしょう、さすがに。落葉サイドの3人はちょっとさすがにまだ敵が近すぎるので、本来やりたかったここに石壁とか作っていきたいと思います。あと陣も作るかな。ちょっと孤狼館から離れすぎちゃってるんですよね。さあ宝刀覚悟。はい、これで3対2になりましたね。矢波の突が1上昇しました。やった、出した甲斐があったってもんですよ。結構食らうなやっぱり。こっちも宝刀には与えてはいますけど、なんと張飛や張雲たちもこっちに向かってきてますね。下からも来てる。どうしよう、この周公まで狙うのちょっと危険っちゃ危険な気もするな。いけるかな、3000でしょ。3000だったらいける気がするな。でも結構危ねえな。奉仕で逃げやすい秋見ろだけこのままにしておいて、ちょっと勝見と柳見は宝刀を倒したら退却するようにしちゃいましょう。落葉の方は邪魔入ってきてないですね。あれ落葉2万になってる。あー、英府とか出たの戻ったんだな。いいの、長安なくなっちゃうよ、そのままじゃ。長安諦めたのか。さあ、宝刀覚悟。あれー、なんか宝刀攻撃しきる前に勝手に帰ってっちゃった。とりあえず宝刀は撃破。そして長江さんに近づいていって足止め、秋見のかました。これ際どいですね。長江さん倒せそうだけど、長雲ももうそんなことしてたら近づいてきちゃう気がする。迷うな、撤退するか。ちょっと秋見の捕まったらシャレになんないですからね。宝刀を倒せただけよしとしましょう。撤退。そしてなんと英府さん突っ込んできました。落葉から突撃してきたのか、ロショックが9000持ってるのか。英府この数だったら倒せそうだな。ちょうど陣も完成してるんで陣効果も得られてますね。そのライザーもここに運んで2対1で戦えばいけるはず。クラウディアな、頑固だからやっぱ動き遅えな。さあ芝居軍との戦い見ていきましょう。ライザー頼む、先にあっちを。よし、いった、オッケーオッケー。はい、ゆうさん、撃破。捕らえることはできないか。てか、ああ、こうなると、おお、次の石壁作り始めちゃった。あ、君ろ、撤退成功してますね。ただ、敵がどこまで追ってくんだ、これ。なんかすげえ、追ってきそうで怖いんですけど、これ。さすがに陳留まで入ったら撤退してくれると思うんですけどね。暫定秋見ろになってるな。秋見ろやっぱりすげえ怖え。これなんか我が領地まで荒らされそうで怖いっすわ。ちょっとライザー一歩下げました、陣の効果に入れるように。だが下がれていない。そろそろ移動できないのか。ライザー来た、下がれた。オッケーオッケー。そしてクラウディアも出撃させました。劉備軍建物を破壊しにかかってますね。まあとりあえず建物はいいや。秋見ろが城まで戻ってきてまだ来るかどうか、それが全てです。さあ再び芝居軍との戦い見ていきましょう。お、来た先鋒。これで多少なりとも減らしてくれれば
ズドン400、オッケーオッケー、何もないよりもはるかに。でもやっぱ敵の方が強い。クラウディオ早く追いついてくれ。さあ再びです。ちょっとこれもう先方でないと厳しいですね。おっ、出た、頼むリラ。露食のヘヨ2000、いけるか、微妙だな。うわー、しかも相手が歩を取ってきた。うわー、ライザ壊滅。あ、捕らえられはしなかったですね。ちょっとこれさすがにリラを助けるの難しいかもな。ただな、捕まった場合のことを考えるとクラウディア撤退させない方がいい気がするな。どうする、迷うなこれ。いやー撤退だ。もうリラが捕まらないことを祈ろう。一回仕切り直ししないともう無理です。これさすがにクラウディアだけで倒すとか無茶すぎる。さあリラ捕まんないでくれ、頼むから。捕まんないで、逃げて。おしょっけー、逃げ止めました。これなら大丈夫。劉備軍、建物という建物をどんどん壊していったんですけど、ようやく待機になりました。このまま帰ってくれたらいいですけどね。帰らなかったらこっちが終わる。まあとりあえずこっち結構芝居軍といい劉備軍といいちょっかいを出してたのを一回やめて落ち着きましょう。体勢立て直そう。ちょっとライザとリラも怪我しちゃったんでね、怪我が治るまで出撃できません。クラウディアの提案でライザの装備を直せたんで、ちょっと出撃させたいと思います。この表に出てるやつに弓矢倉破壊されちゃったんですけど、引き続き石壁とか陣破壊されたくないんで、で洛陽の兵数ももうほとんど大して残ってない状態で、芝居軍なんか馬頭軍と戦い始めてるので今がチャンスということで、とりあえずクラウディアとライザの2人を出します。リラは怪我が治ってからかな。あ、そうだ、クラウディアは提案に使っちゃったんで出せません。代わりに国章でいきましょう。 OK、 国章出番来たよ。そして秋見ろたち再び長者の方に向けようと思うんですけど、いきなり長者を目指すと巨匠から出てくる可能性があるので、一回ちょっと近場の方に移動させて、ちょっとずつちょっとずつ進めていこうと思います。なんと当該さんがこちらの風、ちょっと字が見えないな、なんだこれは。遠慮ですね、遠慮を取りに来ました。水耕ですね、取り終わって今待機になってるのか、これはどうなんだろう。命令か、一か八か行ってみましょう。今趙雲たちは右に攻めてるんで、今だったら大丈夫だと思うんですけど、ちょっと怖いな。ちなみに芝居方面は勝者まで出されて陣は破壊されました。くっそー、頑張って作ったのにな。まあでも石壁は残ったままですね。このまま敵がどう出てくるか。クラウディアの提案で再び装備を直すやつが来てたんで、リラ直しました。リラももう出撃です。さあ当該とぶち当たるかどうか。あー、当該帰ってきましたね。さすがに水湖で戦う気はないようです。よかった。いや、よかったなのか、倒すチャンスだったな。敵は全員楽より戻っていきましたね。これは再び兵員を取って陣とか作っていきましょう。長安から英夫が奉仕で猛スピードでやってきました。1700、なかなかですね。これはどうすっかな。狙いはライザ隊か。ちょっと下がって戦うかな。相手の領地で戦ってるのは危ない気がする。さあ勝負じゃ、エフさん突っ込んできなさい。ほら来た来た、3対1、豪華の火や。なんかこっちまで燃えてねえか。ちょっとまた長者に陣とか作ろうとしてたんですけど、すごい勢いでみんなまた狙ってきてるので再び撤退します。あとなんか賊が発生しましたね。まあ、ここ武将受けてないんで、もう治安がどんどん下がる一方なんで、もう仕方ないっすね。そしてエフさん撃退したので、ライザーは本来の目的である A に行きましょう。でリラーもちょっとかな、一回ここ行って石壁を完成させましょうか。で国章は作りかけだったこの石壁作りましょう。かしこまりました。劉備隊たちは帰ってくれました。よかったー。とりあえずちょっと賊がうざいんで賊を倒しに行きますかと思ったら、なんかこれ来てねえか。ああ、賊武将退治に向かってるんですね、呂布軍の方が。まあ下の方は呂布に任せるとしても、左と上の方はこっちが倒しに行かないとダメですね。
なんと、劉備軍の織田信長が 続行退治しに向かっています。2500なんで、これ、うまくすれば倒せますね。さらに言えば、こっち平坦切切りりましたできちか？ゃうかもしれませんね。ここ中継させた上で向かわせれば。やってみよっかな。なんと、織田信長を平坦切りするために遠慮に向かわせたのが仇となり、巨匠から一旦で、超運と切り返すが出てきて、あっという間に秋見郎を2522まで減らしちゃいました。もうこれ無理だ。捕まんないことを祈って、担ぎは返します。さすがに柳の方は大丈夫と思うんですけど、秋見郎頼む、捕まんないで。捕まったら終わる。秋見郎の負傷兵をクラウディアの提案でちょっと直したんですけど、まあ無理ですね、こりゃ。うわー、もうやっぱ無理だ。すぐ追いつかれた。頼む、捕まないで、捕まないで。うわー、あ、よかったー なんとか生き延びました。もうカウも処刑してるんでね、いつ殺されてもおかしくないですよ、君のは。はい、劉備軍もおとなしく巨匠に戻ってくれましたね。賊も全部倒し終えたかな。まあ、正確に言うと、一部隊は呂布軍、一部隊は劉備軍が倒してくれた感じですね。で、洛陽の方も全部隊撤退完了しましたね。ああ、一応、負を広げることには成功した感じはします。果たしてこれは前に進んでいるんだろうか、私は。一応ね、こう、引きこもるシリーズで、この2年目っていうか、2回目か。10年目、2回目のルールでは、都市を奪っても OK にしてるんですけど、とてもじゃないけど、落とせないっすね、まだ。いやー、きつい。そして、なんだかんだ、劉備軍がどんどん負を上に向けてきてるんですよね。これを抑えないと、いずれ力ずくで追い込まれる気がする。ということで、次回は、ちょっと正直、姉妹軍一回置いといて、この下の劉備軍の長射と遠慮か、あと、ここの楊過も賊に取られちゃったんで、ここら辺取り戻す戦いをやっていこうと思います。いやー、ドキドキするなー、毎回。まあ、秋広が何回かもう殺されてもおかしくない場面が出てきてるんで、10年目じゃない。10年目2回目、いつ滅びるかわかりません。このドキドキ感がたまらないんですけど、まあ頑張って乗り切るようにやっていきます。この動画、暇つぶしになったなと思えたら、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定は、チャンネルの概要欄と、Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。 Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。